C&NW400 号上機機関車ツインシティ400は1935年から1963年までシカゴノースウェスタン鉄道が運行していた旅客列車ツインシティ400は1935年から1963年にかけてシカゴノースウェスタン鉄道がイリノイ州シカゴとミネソータ州ミネアポリスセントポール間に運行した旅客列車 運行開始当初、400マイルを400分で走行することで、400と命名された列車は、アメリカ大陸で最高速の列車で、それは、路線の改良と機関車の重油燃焼化、パワーアップ等により実現された。その後ロチェスター400、ダコタ400等、他列車にも400の名が冠されるようになると、ツインシティ400に改称した。1939年には、 エンド E3 エディーゼル機関車2両1セットと軽量客車を導入し、車両の近代化を経過り、同じ区間を運行する、シカゴバーリントンクインシー鉄道のツインシティゼファや、ミルウォーキー鉄道のツインシティ、早ワサと激しいサービス競争を展開したが、鉄道旅客の減少により1963年に運行を停止した。シカゴノースウェスタン鉄道の他の都市間列車も、 1971年のアムトラックの発足に伴い運行を停止した。ありがとうございます。